はい、皆さん、ソータチャンネルへようこそ。練習してたんですけど、何ですかこれ。今日はお待ちかねのソータ&アンリ30分でスタンダード企画あだよね。はい、じゃあ右手ご覧ください。そうっす。これは何ですか。これはもうまさにスタンダードの服ですね。はい、これ着るってことですか。説明します、はい、今から着替えてスタンダードの格好になってもらって、はい、30分間で、1曲仕上げてもらおう、そういう企画になります。今日なんですね。今日です。ずっと言ってたけどね、はい、やりたいとは。自信あります。お、自信あるけどそんなに期待しないでくださいどう、私はスタンダード5年分やってない、5年半ぶりにあれを履きます。ソータ&アンリ結成してから、はい、当然だけどスタンダードの試合は1回も出てないから、1回もないし1回もちゃんとやったことないです。こんなガチのヒール履いてやるってことない、多分ね、今のファンの人とかあんま分かんないと思う、うん、スタンダードやってたこと。うん、だから私がちっちゃい頃からやってるのを知らない人も多い。頑張ります。じゃあ着替えてもらいます。はい、レッツゴー。はい、ということで、はい、着替えました。はい、なんか新鮮ですね、特にアジちゃんの。はい、課題曲ですね。はい、発表したいと思います。課題曲か、発撃これいけんのね、この曲いきなり、しかもこれはガチでやってないやつ来た。うわ、マジ？OK です。これですね。全然動じてないね。いや、一応ね、こっち側の、予想ではえ、クイックみたいな、やばい。や、言ってた言ってた。あ、なった。いきなりそれなんだって、まあ、ワルツとかは踊りたかったら後で全然即興で踊ってもらうみたいな感じにして、うん、難易度高、高い取り組む。でもやります、頑張ります。お願いします。はい、いきますやばすぎるな、来てJダンサーズラボはスタッフルームからフロアの様子が見れるっていうね。はい、このシステムを利用してどういう風に練習しているかなっていうのをこっちでモニタリングじゃないですね覗き見しながら必要に応じて解説していきますね解説、私棚橋。クイックステップっていう種目なんですけど、これね、一番スタンダード5種目の中で運動量の多い、で今練習してるのは、まあ、早速そのランニングステップ、走ったり飛んだりっていうすごくハードなところをやってますね。うん、もうすでに試合出れるな。試合出れますかこれでもそれぐらいのやっぱ身体能力があるんでね。あ、うん、ただ当然普段踊ってないから合わせてるっていう感じかな、まだね。これね、ホールドちゃんと組み始めました。さっきは少し2人の間に空間を空けてたけど、ようやくこれでガチダンスモードに入ったっていう感じかな。きついっすっていう声が聞こえてきました。だいぶ難しいことをやるとして、普通に今の全日本のファイナリストとかが使ってるようなクラスのステップをちゃんとやろうとしている。本当に試合出る気なのかな最初にティプシーっていうねステップ入れるんだと思うんですよね、この感じね。ほう、すごい速いカウントでシャッセと呼ばれる、あの3歩で構成されてるね、横に移動するやつをすごい速いタイミングで戻っていくんですけど、これね、だんだん
簡単なように見えてすんごい難しいからね。おお、はいはいはい、余念がないですねちゃんと見せようとしているなんかいいっすね、やっぱこれなんか2人の練習としてとってもいい気がする。いつもよりラリーがまず多い。ラテンなんかだとずっと同じことやり続けてたりもするから結構静かな時間多いけど、ポン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 会話しながら相談しながらやってるよね。さすがにワルツとかスローっていうね、こうゆっくりな種目だと、まあ、イージーすぎるかなっていうことで、まあ、ソータ&アンリのレベルだったらクイックいけんじゃないかということです。9分経った。あと21分。まだそんなある。はい、もうなんか余裕がまだそんなあるって言われちゃったあんまり技、なんだろう、分かりやすい失敗とかさ、ここうまくいかないよねってつまずきがないよね。そうですね、まだ10分ですよちょっとこれ軽くしすぎましたかね。時間上げすぎたかな。上げすぎたかもしれないですねお、まただいぶ難しいことやろうとしている。お、今のは難しいのやろうとしたら、ホップしながら空中に浮きながらツイストターンだ。多分アンリちゃんから提案してますね、これはね。おー、こういうの良くないってことだと思いますけど、ピー、ここから、あー、これは今手こずってますね。よっ、つなげたいってことですね。ここから、そう、クイックです。あ、これはハマったね、沼にあ、アリステップ変えようとしてる。お、やりやすいのに変えようとしてる。あ、変えるね、これ。はいはいはい。でもね、こういうね、すぐ捨てるっていうのも大事かもしれないですね。30分っていう時間の中で、まあ、あと自分にこう性に合わないやつとか、感覚的に違うなっていうのはこう割とスパッと捨てるっていう、まあ、この辺さすがですよね、はい、そうなんだとしたら。さあ、時間はですね、間もなく半分の15分が経過しようとしています。マニアックなことを言うと、この今回踊ってもらうクイックステップはテンポが速い種目なんで、同じ1分半でもワルツとかより小節の数が多いんで、こなさなきゃいけないステップの数も多くなってくるっていう、そこら辺で結構、まあ、30分でやるっていうのはかなりの難易度を要するかなっていう。おお、いいっすね。ああやってね、コーナーの方に飛び込んでいって、まあ、今日お客さんがいないですけど、お客さんの近くでこうアピールするような振り付けをね、入れるみたいなことをよくやるんですよね。なるほど。やっぱね、2人ともラテンにおいても当然あの評価を受けてるポイントになるんですけど、顔がいいです。顔、あの、なんだろう、表情っていう意味でね、表情がなんだろう、入り込んだりだとか、なんか絵になる顔をしてくれるんですよね。僕なんか気合入るとってやっちゃうから、あ、全然表情が豊かじゃないんですけど、彼はその曲その曲の特徴に合わせて表情を作っていると。アンリちゃんも同じくそういった能力があるよね。はいはいはい。そういうのも得意なんで。TK ヘルプっていうのはどうですか？ TK ヘルプ、 TK のヘルプをもらって TK ステップをちょっと入れ込むっていうの、 50-50 とかオーディエンスみたいなことですね。確かに、人にやる。Thank you.
あってかなり大枠できてるかなこれ。苦手だな。さあ間もなく25分が経過しようとしています。音楽を本当に聴いて踊る選手なんですね、うんうん、だからこう僕なんかはステップで覚えたりするから今みたいな時にここはこうだよとかこれ2回やってこのステップみたいに入るんだよは別に伝えられるけど彼は多分やっぱ自分の体にそれがフィットするかこの聞こえてる音に、うん、なんだろうな対応なんだろうなうまく合うかどうかとか、うん、なんかねやっぱよりダンサーっていう、うんうんうん、おアレンジを入れますっていうねさあということで僕3、2、1終わりです、はい、はい、お疲れ様です。もうダメよ、きついきつい。お二人のクイックステップを見せてもらおうと思いますが、いかがですか。50% ぐらいかな、自信はちょうど 50% の感じです。 50% あるかな。まあ、さらに低い。いや、でも、本番は頑張る。本番はやるか。5年やってなくて30分でやれって相当きついでしょ。弱みがいっぱい出てきてますけど、まあ、やるけどね、はい、いやまあ2人は本番の強さもそうですけどやっぱりくぐってきたね場数が違いますから。あげるな。いやでも良かったね途中まで。7割ぐらいまで良くて終盤ちょっとあちゃーってなったけどまあ楽しかったんでいいでしょう。真剣すぎても顔がマジ顔で。いやでも正直試合を思い出した。めちゃくちゃ一番練習でうまくいかなかったところはできてるだから、うん、よかった。なんか一個気になったのは、すげえ良かったんだけど、最後なんかサンバ出てきたなっていう。ああ、多分見間違いかも。それは、見間違いです。ガテンが見たくなっちゃった。人たちが勝手に見えた景色。別に何もやってない。 PK からの挑戦状ってことで、30分で、クイック踊ってくれということだったんですけど、本当の30分でやった結果がこれなんで、温かい目で見てください。まあ次はワルツか単語かスロラ編でちょっとお願いします。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。